食事ごちそうさま、まあ、ごちそうさま、ごちそうさまでした。うん、うまい。目印は、怪しいな。おっと、地図を確認。必要なのかな。私が持ちますね。なんでしょう。何かあるぞ。いいね。うん、これは何かな。どこ？
はどこかな。地図ですか？ついてるな。まあ、すまない。いや、いや、はあ、いや、あんな、ごめんごめん。ああ。
いや。やれやれ。あのさ、それじゃ、なるほどね。アホ。おはよう。おやすみなさい。それは…そうだよ。うん。おはよう。おやすみなさい。ステンド…おはよう。おやすみ。やれやれ。Thank you.
おっと。ごちそうさま。嫌いじゃないよ。重すぎてかなわん。使えそうか？必要でしょ。俺が持つよ。ごちそうさま。食った食った。拾いましょう。使えるかしら。重すぎてかなわん。おかわりお分かり？重すぎてかなわん。
気をつけよう。診察が必要な人は？開きませんね。次の目的地は？地図ですか？どっちが来たや？腕力じゃ開きそうにないな。マップを見よう。気をつけよう。来ましたっけ？進めません。おっと、ぶつかる！you
怪しいな。次の目的地は、気をつけよう。寒い寒い。進めません。マップを見よう。次の目的地は、行かれへん。何かあるぞ。行かれへん。僕が持っていこう。目印は。どうぞ。
と。よっと。休息が筋肉を育てる。動かすぞ。地図を確認。マップを見よう。腕力じゃ開きそうにないな。気をつけよう。調べてみよう。ぶつかる。これは何かな。何があるぞ。よっと。いった。進めません。これは何かな。調べてみよう。何があるぞ。これは何かな。進め。やっ。進めません。地図ですか？ここはどこかな。次の目的地は
これ。どっちが来たや？開かへんな。少しだけ痛いけど我慢してね。落ち着いて。どうぞ。少しだけ痛いけど我慢してね。ここやね。気をつけよう。準備 OK。 本気で行くぜ。全力で。
僕には持っていこう。全力で。慎重に。経過は順調です。ここやね。準備 OK。 本気で行くで。全力で。慎重に。ここから実験。
ちそうさ。食事は大事だよ。あんま嫌いじゃないよ。ごちそう、うん、なかなかですね。うん、うまい。どこから来ましたっけ？マップを見よう。気をつけよう。うん、よった。これは何かな？何があるぞ。進めないよ。これは何かな？ごちそうさま。何があるぞ。
よいこのみんな、新エクステンドテレビの時間だよ。博士、僕分かっちゃったぴよ。新人類再生ミッションってば、翔くんちゃん未来。最初の頃言ってたよね、老化現象のせいでみんなは赤ちゃんを作れないって。逆に言えば、あのトゲフレルフツあらったのかなご教えがこる。逆に言いすぎて逆再生レベルになってる。その通りだよ翔くん。老化現象がなくなれば子供を作ることができるぜ。あれ、通じてる。さすが博士。老化現象はクローン人間を長生きさせないための新型ペケジキーの機能なんだけどね。体内のナノマシンが移植者の肉体を老化した細胞に作り変えていく。これは体外に出てしまった細胞もターゲットになる。つまり血や精子なんかもそうってこと。仮に受精したとしても、それをターゲットにしたナノマシンが受精卵を老化させちゃうんだよ。だからクローン人間には子供ができない。正確にはできても必ず死んでしまうんだよね。ちなみにサチカちゃんが老化しないのは旧型ペケジキーだからなんだよ。ん？それならサチカちゃんは赤ちゃんを作ることができるんじゃ。もちろんだよ、サチカクローンには。しかし残念なことに相手がいないんだ。守るたちは当然新型ペケジキーだしね。それじゃあやっぱり老化現象をなんとかするために博士は研究所に戻ってきたんだね。そうでもあるし、それだけでもないかね。歯切れ悪いな。新人類再生ミッションって何なんだよ。文字通り新たな人類を再生することだぜ翔くん。そしてそれにはこの研究所の奥にあるエクステンドマシン1号機が必要なんだ。エクステンドマシン1号機だって？世界で最初に作られたクローン人間製造機。これは大事になってきたぞ。その1号機で何を始めるんだい？うん、それはね、うわぁ、未来！血の色はオプションで変更可能にしないと。さて、今回はここまでだ諸君。そろそろ引き返してもいいんだよ。この先は本当に危険だからね。それじゃあ博士、いつもの行きましょうか。あ、それ人類の明るい大地を照らしましょう。バイバイ&バイバイ。てめえらの血は何色だ。ふざけんな！なるほどね。何？それは…何それ。そうだね。どうかな。一理あるね。だが、まあ、それと、だが、
確かに。これは何かな？何かあるぞ。行かれへん。進めません。幸せの涙です。ごちそうさま。まだ行ってないのは。動かすぞ。気をつけよう。調べてみよう。やれやれだね。腕力じゃ開きそうにないな。何があるぞ。調べてみよう。何があるぞ。気をつけよう。見つけた。行かれへん。なんだろう。
地図。これは行かれへん。
次の目的地は。ありました。よい子のみんな、新エクステンドテレビの時間だよ。エクステンドマシンをハルト君たちが見つけたみたいだ。博士、これが噂の1号機なんですね。残念だが違うぜ、翔君。これは3号機だ。瓦礫島の2号機や他の廃墟。え、そうなの？僕、早ちびりしちゃった。今、お漏らしポイントあった？1号機じゃないなら、要はな…しかしこれは貴重な資料だよ。翔くん、きっとこの3号機からルシオラの暴走が始まり、終わりの日を迎えたんだろうからね。ルシオラって何でしたっけ？オラついたルシ？いや、ルシって何？逆にオラついてないルシを知りたいよ。ルシオラは博士が作ったナノマシンのこと。みんなの体やマシンの中にも流れてるんだ。ルシオラはね、もともと人間の死体をクリオネに作り変える目的で作られたんだ。死体をクリオネにするだって？戦場では弾薬を消費し、代わりに死体が生まれる。死体の回収コストだってただじゃない。それをいっぺんに解決する方法として、死体を兵器に転用すればいいと考えたわけだ。死んだ味方や敵にナノマシンを注射し、携行可能な兵器に作り替え、戦場から持ち帰る。それがクリニカルオーガニックナーフイクイプメント、臨床有機神経装備、通称クリオネさ。なんて悪魔超人的な発想なんだ。でもね、研究は途中だったけど、いつかクリオネを人間に戻せるようにするつもりだったんだって。それにその研究でルシオラが完成したおかげで、クローン人間を作る技術も完成したんだよ。うーん、博士ってやっぱりすごいや。そんなにすごいものがどうして暴走したの？どこかの誰かが3号機内のルシオラのプログラムを改変してしまったんだよ。ルシオラは暴走し、死体だけでなく生きた人間もクリオネに変えていったんだ。人間を餌にしてどんどん自己増殖しながらね。人間を食べて増えたの？まるで生き物みたいだ。半分当たりだよ。ルシオラは機械と生物の中間みたいな存在なの。豚と雑巾の中間の未来みたいだね。羊とウール 100% なんだけど。さらに立ちの悪いことに、暴走プログラムはネットワークを通じて他のマシンにも。そこからルシオラが漏れ出して、あっという間に世界に広がってしまったというわけ。マニが BSL4 の施設でもこうなると全く意味なかったね。あれ、ちょっと待って、みんなや僕の体の中にもルシオラがあるんでしょ？僕たちって大丈夫なの？安心したまえ。暴走プログラムはもう動いていない。それに本来ペケジキはルシオラとクリオネを制御するために作られた道具だからね。どうしたの？難しそうな声の割にすごくイージーな顔してるけど。いや、結局さ、博士がルシオラを作ったせいで地球がこうなったんでしょ。それを反省して新人類再生ミッションなんてやろうとしてるんじゃないの？翔くん、僕は悪くない。だから僕を懲らしめようなんて思っちゃダメだぞ。これ以上先に進まなくていいんだよ。翔くんのことが心配だからね。ねえ、それじゃあ、合言葉は…省略！
進めません。ありました。球速が筋肉を育てる。なんやろこれ、怪しいな。これは怪しいな。なんやろこれ、
怪しいな。これは？なんやろこれ。何があるぞ。調べてみよう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 。これは何かな。調べてみよう。これは何かな。調べてみよう。これは何かな。何があるぞ。調べてみよう。これは何かな。新エクステンドテレビの時間だよ。みんなよくここまで来れたね。冒険はラストスパート、頑張って。すみません。ねえ博士、
新人類再生ミッションのことそろそろ教えてよ。このままじゃみんな一緒にゴールしちゃうよ。僕はゴールの瞬間絶対一緒に走ろうって言って最後に裏切るタイプだよね。いいだろう。ガレージキットの諸君のためにもこのミッションは文字通り新人類を再生させ新たな世界を始めることが目的なんだ。新人類すなわちエクステンド人類。未来も初めて聞いた。マニーをうろついているクリーチャーの正体、彼らは終わりの日にクリオネになりきれなかったマニーの書院たちだろう。あれ、クリーチャーってクローン人間の出来損ないだよね。本来は人とクリオネの中間繊維状態をクリーチャーと呼ぶんだよ。しかし人類がクリオネに変わっていく中でなぜかマニの書院だけは途中でクリオネ化が止まったようだね。解明には今後の研究を待たなければならないが、間違いなくここのクリーチャーは元書院だよ。彼らはあの日からずっと生き続けている。いわば老化現象の逆で不老現象だ。丈夫な上に不老。考えようによっては進化した人類の形とも言えないかね。まさかクリーチャーがエクステンド人類ってこと？いや、クリーチャーはやはり出来損ないだよ。ごっくり。突然ですが問題です。わ、黒崎陽介がサチカや罪なき人々を殺しまくってたのは、シャープブサイクな羊がシャープケツ出しファッションで電車に乗っていたから。SNS に写真晒したのは貴様か。続けて次の問題。ハルト君たちがトラウマ的な過去を抱え今も苦しんでいるのは、シャープケツ出しファッションにいいねが 65,535 件ついたから。すっごい見られてる。そしてカンストしたっぽい数字なのが嫌。僕はずっと考えていた。今の2つの例題の答えを。それってまさか一つ前。そう、人類にはバグがあるからだ。今絶対人妻って言おうとしたよね。異常な連続殺人犯が生まれるのも、異常な連続殺人犯に殺されるのも、上司に裏切られ、姉に裏切られ、弟に裏切られ、父に裏切られ、母に裏切られ、先生に裏切られるのも、決して特定の誰かのせいだけじゃない。国や貧困や宗教や全ての人類の心、そのアルゴリズムにバグが組み込まれているからだ。僕はペケジキンになってよりそれを確信したよ。この心のバグは修正されなければいけない。完全なる人類として生まれ変わるために。は、体はクリーチャーみたいに強くて年も取らなくて、心はバグのない新たな人、それがエクステンド人類なんですね。1号機はそのエクステンドに必要なんだ。半分正解。うわー、未来半分だけに。でも
も大体分かってもらえただろう。これが新人類再生ミッションの目的なのさ。そしてここでみんなにお知らせ。なんと今回で新エクステンドテレビはついこの間始まったばかりなのに。それについては断固拒否するよ。この番組のために上京してきたんだぞ。やめようぜ、飽きてきちゃったし。もうみんなもかなり奥まで進んでるし。博士が言うなら仕方ないや。それじゃ最後、人類の新たな未来を減らしません。あ、裏切った。バイバイ&バイバイ。おそらく…なに？これ！おい！そうかな？まあ…大丈夫や。行くぞ。それなら。教えてあげるよ。まさか。ご紹介しよう。なんやて？え？嘘や。ちょっとありえない。やめるんだ。ふざけんな。あのさ、はいはい、それで。もちろん新たな人類だ。いらないよ。おいおい、っていうか、え、いいかい。え、まさか。
それに、はあ、そうさ、いいかい、それでだ、残念だけど、は？だからやれやれ。待ってくれ。さて、でも愛するクララよ、旦那様のお帰りだよ。賛成。そんな寂しいこと言わずに遊ぼうぜ。何？勝利なんて漫画の中だけだってお父さんが教えてあげようね。計算通り、この形に下がりたまえ。そうだ、
何があるぞ。気をつけよう。何してんの？診察が必要な人は？せーの、ここやね。Thank you.
ねえ翔くん、最後の攻撃わざと外さなかった？そうだっけ？未来こそさっきわざと弱点を見せてたよね。だって未来はみんなのことが大好きだから。僕もさ、このまま博士のいないなんて悔しいもん。未来たちが今の未来になれたのはマモル君のおかげ。どうもありがとう。キャラが雑だったりセリフもよく滑ってたけどね。それじゃあ翔くん、みんなに最後のご挨拶しよっか。いや、未来だけでも生きてよね。バイバイの後僕が時間を作るから。え、なんとか僕が電源を持たせるよ。その間に未来は逃げ道を探すんだ。いいよ、普通に二人で笑うよ。いやだな、遠慮しないでよ。僕と未来の仲じゃないか。ほら行くよ、人類の明るい未来を照らしましょう。バイバイ。やれやれ、こんなに役に立たない AI とはね。でも想像以上だよ、ガレージキッドの諸君。おう、しまいや。やめるんだ。何になる？神になるんだよ。新世界の神になるってやつだ。もう黙りなよ。もちろん、これで終わりだなんて思ってないだろう。え？見せてあげよう。諸君が今まで集めてくれたデータによって生まれる新たな人の姿を。何？さあ、クララ、受け入れてくれ。僕をもっと深く、そして僕を産んでくれ。Hello World! ガレージキッドの翔くん。いや、何年ぶりかな、生身の体に戻ったのは。長らく右腕だったせいか、立つのも妙な感じだよ。なんてことだ。なんだ。これはね、っていうか教えてあげるよ。僕はこの世界と新たな人を導く者、ゴッド寺島だ。あれ？僕は人によって作られし新たな人、次なるステージにエクステンドした人類、エクステンド寺島だ。ふざけんな。ほら、さて僕が目指す未来に。まさかラスボスが露出鏡の変人とは思わなかった。寺島博士、あなたはここで止める。
どじゃすまんよ。本気で行くぜ。十分に休むんだよ。あれ？食事ごちそうさん。まあまあだね。幸せの涙です。ごちそうさん。全力で。それに、やれやれ。でも、そうだな。もう黙りなよ。やれ。やめるんだ。一緒に行こうぜ。愛しき娘よ。
なんてこと。くそ。やれ。さて、最後の言葉はやっぱりあれかな。グフ。サチカ、医者じゃなくてもわかる。あのジジイ、最後まで迷惑なことしやがって。何が可愛い娘だよ。目つぶってなよ、サチカ。できるだけ一瞬で終わらせるから。何するつもりですか、リンコちゃん。ここは楽にしてあげるんが優しさや。瓦礫島に戻ったらすぐにエクステンドしてあげよう。一葉先生のそれでいいですね。先生、ダメだ。探してくれ、サチカのお腹を。ペケジキを探してくれ。ペケジキなくなっちゃった。サチカ、もうエクステンドできないや。ありえない。そうか、それはね。くそ。なん、どうしてだろ。そんな。さっちゃん、ありがとう。みんな、今までずっと一緒にいてくれて。さちかと冒険してくれて。笑ったことも嬉しいことも楽しいことも悲しいことも痛いことも怖いことも。全部が幸香の夢だったんだよ。全部が叶っちゃったんだよ。病院の外のキラキラした世界を冒険できるなんて思ってなかったもん。バカ、そんなの、そんなのバカ野郎。生まれ変わっても絶対覚えてるから。ペケジキがなくったってずっと。いや、やだよ、サチカちゃん。もう喋るな。大丈夫、僕がすぐ直してやるから。サチカ、守るの妹じゃなくって妹になれなくてごめんね。
優しくしてくれて嬉しかった。謝るのは僕だ。君をたくさん傷つけた。君は君だと分かっていたのに。頼む、まだ僕は何も償ってないんだ。だから消えないでくれ、サチカ。サチカ、もういっぱいもらったよ。守る、みんな。ここにいる。僕らはここにいるぞ。そういえば、あれ、それで、そうか、あんな。いや、おい、ふざけんな。知ってんだろ。ごめん。ってこと。あれ、たくよ。いえ、いや、あら、まさか。ちいせえ。なんだ
このちっこい猿は新手のクリーチャーじゃねえんだよな。ドアホー、もう一回言う。ドアホー。かいらしいな。髪の色さっちゃんと同じ色やで。鳴き声も耳の形も目の色もさちかちゃんに似ていますよね。ちょっと落ち着きなよ。また罠かもしれないのに。そんなん言うてゼン君もちょっと笑てるやん。人間の赤ちゃん。よし。はい。でもな。あのさ。ふふん。おいおい。いや、アホかなあ。そうだね。そうだな。そろそろ抱っこしてあげた方がいいんじゃねえの。リンコちゃん任せたぜ。私ですか。どこを持てばいいんでしたっけ。日暮さん、まずはリーダーからどうぞ。ん、いいよ。昔マタニティセミナーの取材でやり方習ったし。ここに来て子育てスキルをアピールするとは。別にいいだろ、仕事だったんだろ。そしてまた会えたね、サチカ。この星で生きていく。何度でも生まれ直す。たとえそれが僕らのエゴでも。手放したくはないから。それから5年後、僕がエクステンドしたのを最後に、エクステンドマシンは永遠に動かなくなった。
パたち、ママたち。あの時出会わなければ君も僕もこんな辛い別れをせずに済んだかもしれない。でもね、たとえその痛みを知っていたとしても、それでも僕は君に出会っただろう。どんな形になってもみんなを、君を忘れない。それが僕の愛だから。人類滅亡まで。思い返せばあっという間やったな。ついこの間まで赤ちゃんやった気するのに、今や料理や狩りの手伝いもできるんやもんな。さっちゃんの成長がうちの一番の喜びやったよ。人類滅亡まで。廃墟で迷子になったり、海に落ちて溺れたり、原因不明の高熱にうなされたり。そうそう、クリーチャーに誘拐されたこともあったね。まったく退屈しない日々だったよ。それじゃあまあ元気でね。俺のペケジキは畑の肥やしにでもしなよ。人類滅亡まで。親が何人いても何かしら事件は起こるんだから、子育ては一筋縄ではいかねえよな。ん？7人がかりなら7筋縄か。くそー、最後だってのに今ので作品思いついたじゃねえか。人類滅亡まで。この5年いろんなことを教えてきたけど、あなたの消息だけは変わらなかった。真っ白の総帥として最後の命令、女は度胸、胸は脂肪よ。これからは私の分まで食べなさい。人類滅亡まで残り3人。いつかこんな日が来るかもってみんな考えてなかったわけじゃないんだよ。でもね、まだずっと先のことだって思ってた。何の根拠もないのにね。遊んで喧嘩して怒って泣いて笑って愛して、そんな毎日が私はとても幸せだったよ。忘れないで、サチカちゃん。私たちはずっとあなたの心に咲いているから。人類滅亡まで残り2人。そろそろ時間だ。
サチカ。やだやだ、ウサツキ、みんなの命は無限なんでしょ。どうしてみんないなくなるの。いつもみたいにエクステンドしてよ。ごめんな。僕らは死ぬわけじゃない。ペケジキに戻るんだ。こうやって話すことはできなくなるけど、いつだって君を見守っているから。まるでゲームみたいな毎日だったよな。本当にゲームみたいな。だー、また死んだ。両ヘタッピ。それじゃあ次はサチカの番ね。うるせえ、まだ終わってねえよ。ずるいよ。もうゲームオーバーだろ。変わってあげなよ。いや待て、ほらあと一機いるんだって。しかし難しすぎんだろ。こんなんクソゲーだ、クソゲー。まさか。ハルトパパ。ハルトパパ、しっかりしてよ。光がいっぱい。聞くんだ、サチカ。僕の見つけた真実を。人類滅亡まで残り、私の中で生き続けるんだ。見つけてみせるよ、ハルトパパ。たった一人の真実を。みんなの冒険は私の中に生きている。私だけの冒険がここから始まる。
聞くんだ、サチカ。僕の見つけた真実を。あの時、ミカジメは確かに言ったんだ。あと一機いるって。そうだ。あのゲームは、操作中の時期を残機にカウントしていなかったんだよ。エクステンドマシンのモチーフがあのゲームなら、きっと人類カウンターもそうなんだ。残機ゼロはゼロじゃない。もう一人いる。単なる願望に過ぎないのかもしれない。戯言なのかもしれない。でもこれが僕が君に残せるたった一つの希望。探すんだ。君は一人ぼっちじゃない。この世界のどこかにその人が君の最後の仲間だ。
Good morning. May I ask your name?私はね。